はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第67回でございます。で、えっ、ー、と、2015年第1弾ですね。で、今回のテーマは、まあ、第1弾ということもあるので、2015年の目標と抱負を喋っていこうと思います。まあ、あとはね、他人に笑われる目標っていいじゃないか。あと2015年もよろしくお願いいたします。ということで、えー、右下にですね、まあ、初めてシールなんか貼ってますけど、それあの、年賀状でちょっと余ったシールをね、まあ、正月っぽく貼ってみました。 で、今回は、また、あのこう、役に立つ内容とかではなくって、あと、事前にも告知しましたけど、毎年、えっ、ー、と、1年の初めに俺、目標を立てて紙に書くんですね。で、それを、あ、すいません、ちょっとね、宮世部揺らしちゃった。あ、そう、宮世部で抱っこしてます。すいませんね。で、あの、書くんですけど、で、それを皆さんにね、お伝えしようかと思います。ね。では、早速、ま、今回手短になると思うんですが、 えー、2015年のまあ目標を発表する前にですね、まあ、2014年、まあ、何度も話してるんで知ってるよと思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、えー、去年掲げた目標は4つでしたで1つ目が今年こそメディアに取り上げてもらう2つ目が YouTube 登録者3万人そして3つ目1か月の再生回数150万回で4つ目が参考書の出版です。 で、えっ、ー、と、2010年終えたところで、参考書の出版だけ、ちょっと達成できなかったんですが、他の3つは達成することができました。えー、はい。で、まあ、それを踏まえた上で、今年の目標となるわけなんですが、あの、おそらく、いつも言いますけど、あの、なんか作業しながら聞いてくださってる方が多いと思うので、今からこう見せますって時は見せるって言うんで、ちょっとあの、今、あの聞いてもらって大丈夫です。もうちょっと足したら見せますんで。で、えっ、ー、とですね、目標を必ず1月1日に、 こう手書書きといいいうか紙ににいていつも目に見える場所まあ俺の場合はこうパソコンで作業することが多いのでパソコンデスクの左前にいつもね置いてあるんですがですすねえげつつないいんですいつも今回は4分の3達成することができましたけどこの去年のね2014年の目標を掲げた時も正直こんなに達成できんのみたいな見込みあんのみたいな感じの目標を意図的に立ててます。 でそれはもちろんバランスも必要なんですけどもちろんなんだ絶対無理だろうっていうことを立ててもしょうがないですけどやる気になんなければねでもきっと努力すれば届くっていうそのギリギリのラインの高い目標はと掲げるようにしてますなので、えー、今年も4つかな立てたんですが、まあ、そんな感じの目標になっておりますじゃあいきましょうかねひとまずお見せした方がいいかなじゃあ,あと今からあのちょっと画面にね書いたやつ出しますので じゃあお見せいたしますす今年、年、これですちょっと全部映んないと思うんでちょっと出し、ま、あの上げますけどちょっと髪がね曲がってるんで申し訳ないねちょっと手で持ってようかこれ2015年の目標まず1つ目 YouTube チャンネル登録者が10万人ですつまり2010年今年の12月31日が終わった時点で10万人を超えていることはあ <laughs> はあって感じですよ今の伸びしろじゃ絶対届かないですからねはいで 次、メディアへの出演が10回、ちょっと置かせてもらうね。メディアへの出演が10回です。で、去年はテレビ2回、えー、本に取り上げてもらった、本に取り上げてもらうね、インタビュー載せてもらったのが1回だったので、まあ、計3回です。で、このメディアっていうのは、一応テレビ、ラジオ、雑誌、まあ本ですね、えっ、ー、と、紙媒体をメインにしようかと思っております。ちょっとネット媒体ちょっと迷ってるんですけど、ひとまずその3つを媒体として、その3つに10回出演。 まあ、取り上げてもらうっていうことですよね。が目標です。<laughs> 分わかってるよ。あのね、突っ込みたいことはもうすごいわかってるんですけど、まあちょっとゆる聞いてください。で、次が、講演会、まあ、またはイベントへの参加って書いたんですが、まあ、これはすごくやりたいことで、あの、去年ですね、その、自分が勝手にね、3万2000人記念達成した時に、あの、募集をさせてもらって、全国の皆さんに会いに行くと。ね、会いに行って直接お礼を言いに行くっていう企画をやらせてもらったんですが、 やっぱりこう、個人的に会うってなると心配なさるね、あの親御さんもたくさんいらっしゃったのでじゃあ皆さんの住んでる近所で講演会があったりとか例えば何かのイベントでねこうゲストではないですけどそれで参加させてもらったら公の場なので会,う会いやすいじゃないですか親御さんも心配なさらないと思うのでなので例えばわかんないですよ市の講演会か学校の講演会、まあ、塾でね講演会するっていうのもありますけど。 そういった講演会なのか何かのイベントにこう呼んでるゲストとしてね呼んでいただくのかわからないんですがそういった形のかなりと1回でいいのでそういったので参加させてもらうっていうのが目標ですで最後ちょっと切れちゃってますけどこれね以前からもう言ってる LINE スタンプの制作ですはいあの自分でじゃ案はあるんですけど、まあ、これを制作して審査を通して実際に皆さんが、まあ、買ってもらうことになってしまいますけど買ってもらう販売できるそこまで持っていくと 今回はね、今年はこの4つを目標にしようと思います。で、実はですね、もうちょっとあるんですよ、目標立てたいのが。ですけど、えっと、あまり多すぎてもアレなので、一応4つに絞ろうと思って、今回はね、この4つとしました。で、えっと、一番下ちょっとね、切れちゃってますけど、もちろん全員合格。これは絶対ね、あのー、なんだ、目を背けてはいけないものなので、ここを意識しながら、いい授業を今年もね、配信していくというモチベーションでやっていこうと思います。じ一回これちょっと取っちゃいますね。はい。 でね、もう前も言いましたけど、もしね、よかったら、ぜひ、あの、皆さんもやってみるといいです、これあの、目標を立てて、そして、目に見えるとこに貼っておくっていう。うん、これはすごく、個人的にはね、すごくいいと思ってますので、も、ま、しよかったらね、真似してみてください。で、あの、そこのサブテーマにも書きましたけど、その、他人に笑われる目標っていいじゃないかって書きました。で、これはですね、あのー、今、このね、今俺が2015年目標を立てた時に、もしかしたら、 <laughs> ばっかじゃねえのみたいな。ふうに思った方ももちろんいらっしゃると思います。いやいや、無理でしょうみたいな。うん。で、実際ですね、この活動を始めた頃にね、もちろん、えっと、なんだ、願望じゃねえや、なんだろうな、目標というか、日本をこういうふうにしていきたいと、教育をね、こういうふうに変えていきたいっていうふうの思いを持って始めたんですけど、それを誰に話してもほとんど笑われてました。最初の頃。いやいや、無理でしょ何言ってんのみたいな。教育に携わっている方に話すとね。 笑われてたんですよ、自分が掲げた目標っていうのはね。でもやっぱりそこに人がついてきてくるね、みんなが見てくれて人がついてきてやっぱある程度の実績がつくと笑われなくなりますあできんじゃないのって、うん、頑張ってねって応援してくれる人が増えるそうだから目標を口に出すっていうのはすごく怖いことでもありますなぜならそれが達成できなかった時に恥ずかしくなるからでも目標を立てて頑張った結果ね達成できなかったのは恥ずかしくないんだよ 全く持ってなぜなら達成できなくてもそっから見える景色は絶対に変わってるからこれは個人的な意見だよ個人的な意見だけどそれでね例えばその恥ずかしいと達成できなかったらどうしよう恥ずかしいから言わない方がいいなって自分の中で思っとけばいいじゃんそれでもみたいなふうにして口に出さないで達成できない方がよっぽど恥ずかしいと思う俺は。 なぜなら目標とか夢っていうのは口に出していろんな人に伝えることで必ずチャンスををももららっっったたりり何かか開けけるるききすすことができますだからぜひどんどん口に出してねあのそして教えてくださいみんなの目標とか抱負とか夢があれば俺は人の夢とか聞くのがすっごい好きなんでそうだからそれを聞いて負けないように頑張ろうって。 いう,ふうにね、やっていこうと思いますのでぜひぜひもし笑われたとしたら俺のとこ言いに来てもらう絶対笑わないからねあの応援するよみなんてちょっと恥ずかしいからするのはあれですけどなぜなら目標今日笑われることのなんだろう傷つくじゃないですけど悔しい思いはいっぱいしてきたからこの2年間本当にたくさん笑われたんだよ本当に笑われたそう <laughs> でもね今は、まあ、まだまだ笑われることもたくさんありますけどうんでもそれでも 叶うと信じて、達成すると信じてやっていきますので今年もね、どうぞよろしくお願いしますでは、ちょっとね、皆さん先輩がねサインペンで遊び始めたので手がね、めっちゃ汚れたから手洗ってきますね <laughs> では、今年も皆さんに少しでもね多くの幸、幸せが降り注ぐことを願っておりますそして、自分自身にもたくさんの幸せをね振らせれるように今年も頑張っていきますので何度も言いますけど今年もどうぞよろしくお願いいたしますでは、 今回はね、ちょっと締めましょうか。今回は、ハイチのダラダラジオ第67回、2015年の目標と抱負というテーマで喋らせていただきましたえ。今回もね、ここまで聞いていただき、本当にありがとうございました。で、今年もこのハイチのダラダラジオをね、継続して撮,る撮られて、ちょちょちょ、撮ることができそうですので、もしよかったらね、次回の方も聞いてみてください。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。